3対1。はい、続いて、はい、対決対決対決久々に夫婦対決久々、うん、今日はこうシミュレーションゴルフで実際に対決したいと思うんで、うん、はい、それになったら僕勝つから、はい、じゃあ先生のアドバイスもらえる3ホール OK。 じゃあ罰ゲームどうしようか、デコピン、うん、シンプルにデコピンしようか。 OK、 デコピン原点に帰ろう。デコピンで、ね、行きたいと思います、okay。 はい、じゃあそれ、じゃあレディースティーね、レディースティーお願いします。レディースティーの設定もできるらしいので、はい、見て、すごくない？まあじゃあ早速やってみたいな、はい、やってみましょう。レッツゴルフ。ルフ。おはようございます。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。おお、あーやっぱりいいじゃん、残って、いや全然 OK でしょ。おー OK OK、思ったより飛んだ。よかったです。結構飛んでますよね。今でもやっぱスライス出ちゃうんですね。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。おお、やばい、バンカー。あーバンカーだ、綺麗だよ。もう本当いい感じ、非常にいい感じ。あーいかん。うわー、すごい、顎に当たったのが出るんだ。おお、あー左に行った、受けた、打っちゃいました。おお、おお、素晴らしい、ナイスショー。いやー左行ったね。でもナイスナイスショー、ナイスショー、綺麗に当たりましたね。当たった、当たってたよ。やばい、ナイスショットですね。今ナイスショットですね。おお、ナイスショナイスショ。転がりで、転がれ。斜め。ああ。おっしゃ。はい。ああ。いいねいいね、そういうの。あ、でも乗った。ナイスを乗った乗った。あ、でもこれだ。ああ。転がるね。ああ。何言ってんの？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 これこっから難しくなりますね。距離感ってのが。うん。ゴルフ番組で大恥かいたけど。ああ、なんて。あらららら。マジで当たんない。
残り347ヤード。ちゃんとキャリーしてくれる。ナイスショー。綺麗な音した。ナイス。そうですね、パー欲しいですね、ここ。2勝1敗、はい、まあ知らない、僕の勝ちということで、いやでも自分なくして、いや、はい、もう今日でも大丈夫、私本当に絶対勝てないと思ってたから、うん、1ホールだけでも勝ったから、ね、これはでかいすごいすげえポジティブだね。いやでもこれすごいリアル ね難しいけど、めちゃめちゃ難しかったね。これ家にあったら最高だな。一日こんなか揺れるね、出てこないね、もうね、これ最高だわ。皆さんにもぜひこうね、こう味わってもらいたいと思います、うんうん、ちょっと先生にも最後感想聞こうよ。あ、その前にデコピンだけお願いします。2発1発でいい怖い久しぶりデコピン、久しぶり。まあこうでなきゃね、やっぱ勝負の世界厳しいから。いやありがとうございました。楽しかった。すごいね、仲良く楽しそうにやって、こちらもね、すごい
っていう気持ちになって。あ、ほんまですか。よかったです。ゴルフってね、他のスポーツと違ってすごい難しい世界のことなので、うん、やっぱり練習が一番ってことなんで、うん、これやっぱ一人じゃできないから、先生がこうアドバイスもらうだけで俺もだいぶ今日変わったから、うん、天気がいい絶対雨降らないから、確かに、ね、ゴルフ場行かなくてここ来れば絶対晴れるし、楽しめるよね。先生ここに来れば必ず、僕はもうほぼほぼ、うん、皆さんのご要望あればいつでも飛んできますので、予約はもう事前にできるとか。そうですね、うちは全部携帯で予約もできますし、うん、先生の予約も全て携帯でできますので、24時間できます。じゃあそこら辺も概要欄にね、うん、貼ってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、ということで今回は、はい、シミュレーションゴルフ、うん、夫婦対決ということで、はい、僕の勝ちでした。はい、先生もありがとうございました。どうもありがとうございました。優しいね、伸びしろ、練習するよ。終わったとかいらない。